さあ梅の屋ラーメン、梅の屋ラーメン来ましたよ。サーファーさんのおすすめのお店でございます。失敗ちゃんどうですか。失敗ちゃんちょっとこっち側に行こう。こっち側でどうですか。失敗ちゃんどうですか。食べました。いや一回もう一回行かないと。どうですか。いいじゃないですか。美味しいね。どうですか北条さん。美味しいよ。さあこのねこれですよ。やばいっすねこれね。さあじゃあ早速スープからいきましょうか。さあスープからいきます。チャーシュー煮汁のお湯で割っただけです。だから出汁ではないんですよ。はい、ありがとうございました。なるほどね。まあうめえ。やべえ。やべえ。これだよ梅の屋。チャーシュー。はい、ラーメン屋さんの乾麺。ありがとうございます。初めてだ。うん。なかなか食べれないよ。ぜひね、梅の屋来てほしい、みんなに。うん。チャルメのとかとは違うよね。うん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 。バリがね。うん。うん。うまい。のり。もう本当ね、俺がもう明日死ぬっつったら最後の晩餐を選ぶのが梅のやつ。あと卵かけご飯。いやこれね。インスタント。うん。うまい。やばい、マジで。もう溢れてるからね。いや、このね、乾麺のこの縮れた感じが最高にうまい。ちなみに、宮川さんどうですか。宮川さん、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 腹で食わせてあげてください。どうですか、宮川さん。うまい。いや、よかった、よかった。バナナはどう？めっちゃうまいです。このね、久保さんは？チャーシューが美味しいです。美味しい。最高。最高。じゃあチャーシューを美味しく食ってみて。見えねえ。いや、ほんとね、ぜひね、皆さん来てほしいね。意外とね、見た目、すごく見えますけど、結構あっさりなんですよね。結構なんかもうこういう味が。まあ俺はね、シミ派です。シミをね、結構食えます。うん、結構今回バーってかけて、うん、で、食べます。シミと醤油がまたね、合うんですよ。はい、3人の方どうぞ。大って。これはうまい。まあ、ぜひね、梅の屋のリンク貼っておきますので、ぜひ皆さん来てください。フッツ竹岡です。めっちゃ前です。